前日、前々日と2日連続で不甲斐ないレース運びが続いている。一番恩だ。最終日こそは自慢の機動力を発揮し、4番稲村とさすがに決めろ。相手は松崎、小笠原、松永。3コーナーから2センター、少しバンクを登っていって、イエローライン付近まで上がった7番の相笠翔太。後ろ1番の恩田純平は内をすくって上がってくる。さあ恩田が内をすくって先頭に躍り出ました。残りは1周です。恩田純平が逃げていく。4番の稲村、6番松永、関東ラインが主導権を握っている。その後ろは4車身離れて7番の相笠翔太だ。2コーナーから最終バック、さあ逃げる1番の恩田純平、差を詰めてくる7番の相笠、まだ差が詰まらないか。後ろからは2番の松崎飛んできた。3コーナーから2センター、松崎高久、まくり上げる。関東勢に迫っていく。逃げる1番恩田純平、外から松崎、外から松崎、富山の2番松崎高久がかわしました。自力もある1番佐藤、ここは5番平尾が引っ張ってくれる。そうなれば平尾、佐藤で決めてくるのは地元であることからも当然の流れのように思えるが、どうだろう。5番手、さあ6番の姿、ジャンで先頭を立ちまして、このまま先行体制へと入りそう。2センターから4コーナー、さあ5番の地元平尾も仕掛けてはいくんですが、前がピッチを上げている。3番手車間を取っている3番の小原、さあその外まで肩並べて5番の平尾、さあロングスパート。1センターから2コーナー最終周回、1番の地元佐藤に3番の小原が絡んでいく。6番の姿全開踏んでいきますが、ここは5番の平尾が力でまくって、その後ろでありますが3番の小原取っているんですが、外1番の佐藤浩二が踏んで、その後ろ4番の支払がついて4コーナーから直線コース。さあ1番の佐藤浩二がまずは抜け出して1着、2着は準決勝の1番坂本はかぶされて何もできなかった。フラストレーションが溜まっているはずで、ここは思い切りいって伏見と決めてくれるはず。4番小畑の勢いも坂本、伏見の前では止まる。返してくる4番の小畑勝弘が打掌の2センターから4コーナー前、1番坂本を叩いていった。さあ4番小畑の先行策、残りは1周です。小畑勝弘が逃げていく。3番山口2番手の位置、3番手になった1番の坂本、それから5番の伏見利明、その後ろには2番の斉藤がいて、短期の6番西浦下へ最後尾。3番手からまくっていく1番坂本だ。坂本まくっていく、坂本まくっていく。3コーナーから2センター、しかし4番の小畑が粘っている。小畑が会長だ、小畑会長、坂本はいけない、坂本いけません。4コーナー待った。先頭は4番の小畑勝弘、外からは5番の伏見が来ますが、4番の小畑です。アマガイマークからの神山で大丈夫そう。佐伯が逃げての大川が残る。安いけれどこれしかないか、これしかないと言って、それでなかなか決まらないのがギャンブルではあるけれども、5番の佐伯、2番の大川、中国勢の後ろには4番の渡辺が3番手。さあ7番の天貝は中段4番手をキープ、1番の古川は後方6番手から巻き返していこうとする。さあ競争はいよいよ最終周回。1番の古川仕掛けていって、現在は中段の4番手、7番の天貝が4番手内に詰まるという展開になりました。5番の佐伯がかけて番手、2番の大川は車間を切って、4番車の渡辺が3番手。さあ3番の神山は6番の長尾をさばいています。1番の古川を7番の天貝さばいて、さあまくり追い込み、2センターから4コーナー一気にスピードを鋭く前を捉えに行く。2番の大川の牽制を受けましたが、まずは7番の天貝、そして2着2番の大川。人気は地元の新井、井上、それに諸橋、中四国の3社である渡辺、北村、三宅は全くと言っていいほど人気はないが、ここにかけてみる。これが来たらし50万。後方には引きません。さあ先頭2番の渡辺哲夫、後ろを確認。2センターから4コーナー回っていく。さあ打掌鳴り響いて、2番の渡辺哲夫がホームから成り行き先行、ここは腹をくぐってむしろかけるか。7番の北村、そして5番の三宅、2番手3番手、そして3番の諸橋は中段踏み勝って、さあそこからまくりを放つか。地元4番の井上でありますが、さあ7番の北村のブロック受けながら3番の諸橋はそこを乗り越える。4番の地元井上は動けない、1番の新井は切り替えて、現在は3番手の外。さあ2番の渡辺を最後3番の諸橋がまくりを捉えて、6番の近藤がそこを捉えるか。1番小川、2番花村からの3着兵道が圧倒的に人気。あえてここを外し、
3着は兵道以外にかける。3着なら紛れることもあるだろうし、兵道以外が来たらラッキーくらいの気持ちで来ました。さあ、兵道大崎で切って人気の中部勢中段から少し割り込み作戦です。1番の小川大地が2番手あたり一旦狙いましたが、ここで3番手に引きます。一方後方九州下げましたが、再び巻き返しかかります。流れはまだスローです。3番兵道秀春流していますが、ここで伝えたのは九州5番の竹下翔、6番の松尾誠、これを3番兵道、4番大崎中段ですが、人気の1番小川大地がまた自在に攻めて内から潜り込んで切り込んできますが、2番の花村との連携が若干離れました。短期で1番小川が先頭の上がってバックを通過、そして5番6番九州が2番手3番手に入って、2番花村と4番の大崎で絡んで3番の兵道が後方ですが、先頭は1番の小川大地、番手から迫る5番6番の九州、外から2番も差し込んでくるが1番もよく粘っていますが、ゴール前はどうか。第4射で運べる1番浦野の機動力からか、さすがに浦野が残れないような展開まではならないと思うし、それなら番手の椿が離れるように思う。打勝で7番の山中は後方の位置5番手前に行こうとは一旦したんですが、突っ張られまして、じゃあ浦野よしきがレースを作っていきます。後ろは北海道2人、3番の椿、5番の小田切、残り1周切りました。一方の関東勢後方から7番の桜井、7番の山中は後方ですが、さあ1番の浦野が逃げていまして、最終バックを通過していきます。先手ラインはこれは1番の浦野よしき、番手回りチャンスは3番の椿義智です。あとは5番の小田切が食い下がって3番手、あとは混戦ですが2番の春山が突っ込んでくるか、直線コース、さあ番手から3番の椿が追い込んで5位、椿義智。最後も素直に2番牛だと1番1のから、それ以外どうやったら来るのかわからない、でもそれ以外が来るかもね、もうそうなったら知らない。2番の牛田が抑えて主導権、1番の1の茂マークですが、安藤がどうでしょう。ここは番手競争にアタックか、1番の1のと2番手争います。さあ2番手が並走で3番の安藤が取り切るか、1番1のはちょっと外に浮いた状態なんですが、再び踏み上げては参ります。しかしマイペース掛け2番牛田、2番手争いが熾烈、インコースの3番安藤が優勢か、1番1のは残念ながら交代、その後ろ4番の吉田実が追走の九州です。マイペース掛け2番牛田樹と後ろ取り切ったのは九州勢、3番安藤雄一と4番吉田実、さらに5番の元砂昭人、1番の1の最高峰となっていますが、さあ直線は2番の牛田粘れるか、詰め寄る3番車の安藤ですが、2番の牛田が押し切った感じか。